はいどうもビルトです。というわけで今回なんですけど、久々にねノーマルモードでスカイウォーズやっていきたいと思います。はい、ということで今回はノーマルのスカイウォーズやっていこうかなということで、まあ普段自分ね、まあここクリックしてインセインの方をねやってるんですけど、スカイウォーズノーマルやらないんですかっていうコメントね結構もらってるんで、今回ノーマルねやっていこうかなって思います。で、まあ自分がねいつもインセインやってる理由なんですけど、なんか装備硬くて結構いい試合ができるんでね、まあおもろいからインセインやってるんですけど、ノーマルはねマジで防具が弱いので結構ね慣れてないと死ぬかもしれないんですけど、まあとりあえずねやっていきたいと思います。はい、ということでマップにやってきました。で、何が強いかわかんないんだけど、とりあえずスカウトキットでねやりたいと思います。まあ、ノーマルでね防具なしでスカウトが通用するかわかんないんですけど、まあ、とりあえずやっていきましょう。あ、防具が強いぞ。で、それプラス今ヘッドモードなんでちょっとね勝ちたいなってとこなんですけど、いけるかな。まあ、行きます。真ん中。マジで一言だけ言わせて。最近ハイピクセルラグくね？今ね、俺が普通に落ちたと思った人は、もう情弱っすね。うん。今落ちたのはマジでラグ。今分かった？なんか、ジャンプした瞬間にさ、戻されたの分かりました？皆さん。あれ、僕が落ちたんじゃなくて、ラグで落とされました。はい、ということで、ちょっともう一回やっていきましょう。なんかスピードつけた瞬間か分かんないけど、なんかさ、後ろに戻されたんだよね、今。ちょっとマジで、納得いかないんですけど。これいける？ちなみに、これはやばいよ。はい、ということでちょっと気を取り直してもう一回やっていきましょう。ちょっとねアーマーでいきたいと思います。まあ、ファーマーでもいいんだけど、ちょファーマーでいくか。ファーマーでやってみたいと思います。飛び道具とこのレギンスでちょっとどうにかなるかなって作戦なんですけど、ちょっとやりたいと思います。よいしょ。あれだね、ノーマルって卵がもうあるんだね。普通にあれだよね、インセインだと卵じゃなくてね雪玉なんだよね。まあいいや。一応これ塞いどいて、来てる気がしたんだけど、怖っ。ちょっと一回金リンゴ挟んで、で、どうせならチェスプレ持ってるやつさばきたいんだけど、いや、こっち行きます。OK。 今ね、マジでゴリ押しした。待って、死ぬんだけど。危ねえ。金リンゴ挟みます。ちょっと弱い装備のやつ倒すわ。いやマジで最近さ、マジ多分みんなも思ってると思うけど、本当にハイピラグくて、なんか殴り合いがもう殴り合いじゃないんだよね。うん、はにゃ？え？なんかお前何言ってんのって思った人いるかもしれないんだけど、マジでねその通りなんよ。オッケー。なんか殴ってもね殴り合いじゃないって話なんだけど、なんかラグすぎて殴ってもさ敵が飛ばなくて、単純な殴り合いでなんか自分だけが吹っ飛ばされるみたいなことがもうよくあるわけだから、それがね今のハイピのやべえところ。あ、やべえ、卵がやべえことになった。え、死んだ。あ、エンパイユッチュで下取ります。あ、で、そう、このマップ、そう、このマップねローテーションで帰ってきたんですよね。なんだっけな、これマジで昔のマップなんだけど、今最近始めた人は多分わかんないと思うんですけど、ちょっと待って、死ぬんだけど、一回こっちに入れます。俺結構ローなのに来ないの。危ねえ。で、ここ人困ってる、行っちゃいます。そう、今のマップねマジでローテーションで来て結構久々だったんだけど、うん、普通に死んだよね。ちなみにハイピンの今のピングは167なんだけど、ドットアユーダ194か。なんかここで見るピングはいいのにさ、実際にやると本当にさ楽く感じるよね。ね。はい、ということでもう一回やっていきましょう。ちょっとキット変えるか。じゃあちょっとアーマーでねやっていきたいと思います。てかもう大体これ揃っちゃえばさ、もう真ん中いけるんだよね。危ねえ。ちょ、ブロックがスロットから外れた。で、これでこいつしばきます。マジでラグい。どこ？危ない、ほんとに。ちょっと待って、危ねえ。ダイヤ胸で剣持ち替えて、ちょっと待って、ほんとにもう、ま、はい、ってことでやっていきましょう。ちょっとアーマーで勝つまでね終われない縛り、ちょっと早速始めたいと思います。よいしょ。あ、一人落ちてたね。ちょっとこいつにちょっかい出します。で、この真ん中で、あ、こいつ、ちょっと、おぉ！勝ったな、これは。もう、剣がいいもん。ちょっと待って。
こういうゾンビとかね。なんで前に来た今。今見たみんな。ちょっと待って。モブがやべえ。自分エンパ1個あるんで結構無茶なプレイができるってことなんで、こいつストレンスついたね。あれ？あれ？おー、しんど。ノーマルガチ勢っぽくないあの人。気のせいかな。いいよ。君みたいな、そういうね、あれだわ。待ってた俺は。そういう人を。ちょっと待って、見てさせ。ね。ちょっとみんなが使ってる、このナイトキットね、ノーマルで通用するかちょっと使ってみるわ。まあ、結局、火力があった方がいいっていう説はあるから、まあ、火力でね、ちょっと圧倒的さを。うわぁ、もう防具がやばい。防具が神ってんだけど。見て、この防具。初手でこの防具はやばくね。ということで、ちょっとしばきたいと思います。よいしょ。あーもう。え、神って本当に実在するんだね。もうやばい。装備が良きなんよ。やばい、こいつは。こいつはガチ。こいつはガチ。あ、来た！ちょっと待って、このマップで優勝するまで終われません。ちょっと今始めるわ。ということで、ちょっとアーマラーにしていくか。ちょっともうラグいんで、あー待って、ピストンケージのやついる。こいつはガチだな。まあ、とりあえず勝ちたいと思います。マジで、なんか最近マイクラをサボりすぎて本当に下手くそになってるってことは否めないんですけど、さすがにね、負けてらんねえよっていうね、自分の気持ちもあるので、まずはこいつから火力の剣を奪います。OK。で、この火力の剣で戦います。と、で、頭つけて、レギンスもゲットしたね。で、こっちつけて、OK。いいよ。で、真ん中取りましょうか。ほい。こう、ね、そして。で、あ、いいね。足も出ちゃったよ。え、マジで豪華なんだけど。で、上もある。これからもしかして胸が出る。あ、そんなことはないと。で、レギンスじゃねえわ。スケルトン召喚して。痛い。それはやばいわ。ちょ、後ろ来ないかもしれない。警戒したいな。怖いんだよな。よいしょ。うわ、あいつ落ちるぞ、多分。ガチこいつ。やったの、今の。絶対こいつが死ぬと思ったのに。オッケー。君が死にますと。オッケー。で、まあ、どっちやってもいいんだけど、ぶっちゃけ。あ、オッケー、落ちたね。ほい、ストレンスで死ぬぞ、君。オッケー。で、ラスト、ミラ。ピストンケージ？ピストンケージ、こっち来い。こっちね、やり手だと思うんだよね。やばい。あ、いけるわ。ミラいける。オーケー、ジジー。はい、ということで今回はね、ノーマルのスカイウォーズやっていきました。普段自分インステインやるんですけど、まあ、久々の、ノーマルということで、まあ、マジで勝てなかったんですけど、まあ新マップっていうかローテーションで回ってきたね、旧マップで勝てたのでね、いいんじゃないかなって思います。ということで今回はここら辺で終わりたいと思います。この動画が面白かったらね、チャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あとね、僕のツイッターのフォローマジでねお願いします。下の概要欄から僕のツイッターに飛べるようになってるので、フォローねぜひぜひしてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。